宮本栄美子は日本の元女子バレーボール選手。1964年東京オリンピックバレーボール女子金メダリスト。東洋の魔女の主力メンバー。和歌山県和歌山市出身。和歌山市立名は中学校時代に近畿大会で優勝。和歌山商業高校在学中にスカウトされて実業団の誹謗貝塚に入部。入部当初は不器用なタイプで、 アタックは強烈だが、レシーブやトスがこなせず、試合に出られなくても玉拾いで頑張ると自分に言い聞かせて2年間控えに回る。その姿を見続けてきた大松博文監督は必ずものになると確信したと10回している。次第にトスやレシーブが上達し、チームが9人制から左アタッカーが有利な6人制にシフトしたこともあり、レギュラーを獲得した。 東洋の魔女の一員として、1962年の世界選手権では優勝に大きく貢献し、MVP を獲得、世界一のアタッカーと呼ばれた。続く1964年10月の東京オリンピックでも金メダル獲得に大きく貢献した。現役引退後の1965年3月に元東京オリンピックバスケットボール強化コーチと結婚した。 ありがとうございます。